今日はトレーニングを行うことによってなんで筋肉がつくのかということについてお話をしてみたいと思います。体作りを行うときにですね、その目的っていうのは人それぞれだと思うんですけども、筋肉をつけたいと思う場合はですね、やっぱり筋トレを行うことっていうのは必要になってくるわけで、そのトレーニングを行うときにですね、なんでそのトレーニングを行ったら筋肉がつくのかという根本的なことをですね、理解しておくことっていうのはとても大切かなというふうに思うんですね。ということで今日はそういったですね、なんで筋肉がつくのかということについて、ちょっと奥さんにですね、質問を投げかけつつ、そのテーマについてですね、お話をしていきたいというふうに思います。まず、筋肉がですね、なんで、あるのかということについてなんですけども、筋肉って何のためにあると思いますか？体を動かすため。はい、その通りなんですけど、筋肉って、結局骨と骨をつないで関節を動かすための器官なんですよ。もし筋肉がなかったらどうなるかっていうと、理科室にぶら下がってる骸骨を想像していただければよくわかると思うんですけど、手離した瞬間にバラバラってね、地面に落ちちゃうじゃないですか。で、そうならないように重力に逆らって体を支えるための器官、あるいは、重力に逆らって関節を動かすための器官として筋肉というものがあるんですね。で、その筋肉っていうのは体にとって必要な量しか使わないんですよ。例えばね、今元気に歩いてるうちの奥さんがいるとして、足をもしね、骨折してギプスを1ヶ月はめたとしたら、足の筋肉ってどうなるでしょう？めっちゃ細くなる。うん、ね、だからこう、あれだね、石膏で固めた方だけすっごい細くなるでしょ。そう。右と左が全然違うんだよね。うんっていう感じで、その筋肉って必要な量しか体についてくれないっていうものなんですよ。例えば今お話ししたように骨折して関節を動かせない状態で1ヶ月とか固められちゃうと、その間全く筋肉を使わない状況になってしまいますので、いらない筋肉はどんどん落ちていって、結局そのギプスを外した時に右と左の太さが全く違っちゃうっていうことになるんですね。よく聞く話で、宇宙飛行士がね、例えば国際宇宙ステーションとかに行って無重力の状態で何ヶ月かとか過ごして地上にまた戻ってきた時っていうのは立てなくなっちゃう。2時間やるんでしょ？私前テレビ見た。だからそうならないように毎日トレーニングを行うことによって筋肉を維持するっていう努力をしているそうなんですけど、宇宙に行ってるでしょ。そうだから、この今のね、地球の、この状態 1G というこの状態で人間が生活するだけでもやっぱり筋肉っていうのは必要になってくるわけ で、その必要な筋肉を維持するっていうことがその人間の体の中で常に行われているわけなんですね。筋肉ってやっぱり細胞ですので、常に新しい細胞が生まれて古い細胞はこう、分解されるっていうことをやっているんですけど、だから筋肉って合成と分解が常に繰り返されているんですよ。で、それが今一番ちょうどいい筋肉の量で保たれているわけなんですけど、で、例えば筋肉を全く使わない状況が続くと、その分解の方が合成を上回る状況ができてしまうので、全体的な筋量っていうのは下がっちゃうっていうことが起きるんですけど、だから筋肉をつけたい場合っていうのはそれと逆のことをやればいいわけで、筋肉の合成が分解を上回るような状態を作ってあげることが必要なんですね。で、それが筋力トレーニングを行う一番の目的になるわけなんですよ。だから筋肉をつけたかったら重い負荷をかける。重力よりも強い負荷を筋肉にかけてあげるっていうことが大切。それに耐えられる体にしないといけない。そういうことなんですよ、ね、だから例えば足の筋肉をつけたかったら立つ動作よりはしゃがんで立ってっていう動作を繰り返した方がいいですし、それよりもさらに筋肉をつけたいと思ったら重りを持ってしゃがんで立つ動作を繰り返すっていうことが必要になってくるわけです。だから筋肉をつけたいと思ってね、トレーニングを始めようって思った時は、まず最初はどんなトレーニングでもいいので生活に取り入れるっていうことが大切なんですけども、それである程度筋肉がついてきて、そこからさらにつけたいと思ったら、その自分ができることプラス、負荷を増やしていくっていうことが必要になってくるわけなんですね。で、それを全身性の原則とかってね言うんですけど、常に負荷を上げていくことが筋肉をつけ、続けることにおいてとても大切だっていう考え方なんですけど、そんな感じで、筋肉をつけるためには体が筋肉が必要だと
感じる状況を、定期的に与えてあげることが必要ということで、まあ、そのために筋力トレーニングを行うんだよっていうことです。はい。で、その負荷を与えることによって、その筋肉が、体がね、筋肉が必要だと判断するわけなんですけど、でも、それだけだと筋肉ってつくとは限らないんですよ。さっきも言ったように筋肉っていうのは分解と合成を繰り返して、ね、筋量を決めてるわけなんですけど、で、その合成させるためには筋肉の材料をですね、食事から取る必要があります。で、その必要な内容っていうのは何でしょう？タンパク質。ピンポン。筋肉っていうのは、タンパク質が根元となってできている器官ですので、だから食事でタンパク質を摂取しないと筋肉っていうのは、その理想通り合成されないことになっちゃうんですね。で、タンパク質って筋肉だけの栄養じゃなくて、他にもいろいろそのタンパク質が材料となっているものって体の中にたくさんあるんですよ。で、それは皮膚だったり、その血液だったりね、内臓だったり、まあ、髪の毛とか爪とかも全部そうなんですけど、それらの新陳代謝にもタンパク質っていうのは使われますし、どちらかっていうと生命維持に必要なタンパク質って筋肉よりも皮膚だったり内臓だったり血液だったりするわけなんですよ。だからまずそっちに多分優先的に使われて、筋肉っていうのはどっちかっていうと後回しに、ね、なっちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですね。筋肉って決して体にとって必要ではあるんですけど、必要以上につける必要はないっていう、まあ、そういう器官なんですよ。筋肉ってありすぎても体は困っちゃうわけで、省エネに向かないから。で、それは何でかっていうと、今奥さんが言ったように筋肉ってそのエネルギーをどんどん消費しちゃう器官ですので、あんまりありすぎると体にとってはありがたくないものになっちゃうんですね。で、なんでそれがね、ありがたくないかっていうと、まあ、人間って今はまあこういう時代で生きてるんだけど、昔の石器時代の頃、例えば食べ物を取ろうと思ったら、狩りをして獲物を取らなきゃいけないとか、まあ、山に行って果実を取ってこなきゃいけないとかね、そういう時代の時の体の構造と今何も変わってないんですね。だから今だったらお腹空いたら何か食べるっていうことが手軽にできるんですけど、昔はそういうわけにはいかないので、なるべくこうね、ご飯が食べれない間は極力体を省エネの状態にして命をこう持たせるっていうことをやってきたわけなんですけど、だからそれに対してその筋肉がね、たくさんついちゃうっていうことはやっぱり消費エネルギーが増えることにつながるので、まあ、結果早く死ぬっていうことになっちゃいますから、筋肉っていうのはなるべく必要最小限で収めておこうっていうのがその体の本能なわけなんですよ。それをその本能に逆らって筋肉をつけることを、ね、やるためにはやっぱり必要以上に栄養を取るっていうことはとても大切で、だからそのトレーニングをねやってる人は体重かける何グラムのタンパク質を取りましょうっていう、そのかける何グラムっていうのがトレーニングをしてない人に比べて、まあ、2倍とか3倍とかね必要になってくるのは、じゃそれが理由になります。筋トレばっかりやっててもつかない、つかない、つかない、つかないだけじゃなくて、逆にその筋肉がちっちゃくなっちゃう可能性もあるかもしれない。結局トレーニングってエネルギーを消費する作業なんですよ。だからトレーニングはその筋肉をつけるきっかけを与える作業で、トレーニングそのものっていうのはエネルギーを消費することをやってますので、トレーニングしっぱなしで何も栄養を取らないと逆にエネルギー消費してるから筋肉がもしかするとちっちゃくなる可能性があるので、だから食事がすごい大事っていうのはそこから来てるんですね。トレーニングするだけじゃダメで、トレーニングした後にしっかりとそのタンパク質を合成させるために、筋肉を、ね、合成させるためにタンパク質を摂取するっていうことが大切で、だからトレーニングと食事のバランスがうまく噛み合うと、その体にとってね、その必要な筋肉がつく、まあ、生命維持にとってね、その危険を感じない、脅かされないって体が判断したら安心して筋肉がつくっていう状況になるので、だからタンパク質の摂取はすごい大切ですよっていうことになります。で、その、合成がねプラスになる状況で筋肉が増えたとして、まあ、その増えた筋肉を維持するだけでもやっぱりトレーニングっていうのは必要になってくるんですよ。まあ、さっき言ったその体にとって必要だから筋肉がつくっていう状況を、一旦筋肉がつけてもですね、一旦筋肉がついてもその筋肉が必要なくなればまた元に元っていうか落ちていくわけで、だからトレーニングやめちゃいけないってことだよね。
そうそうそう、トレーニングをやって一旦つけた筋肉っていうのは、うん、維持するだけでも、ね、あのトレーニングっていうのはやり続ける必要があります、うんね、なので例えば一旦筋肉をつけた状態があって、そこからさらに筋肉をつけたいと思ったら、さらにやっぱり強い負荷をかける必要があるんですね、うん、その負荷を上げるために一番手っ取り早い方法っていうのが扱う重量を増やすっていうことなんですよ。例えばね、ベンチプレス60キロ10回できる人が70キロ10回できるようにもしなったとしたら、それはその70キロ10回に相当する筋肉がついているわけで、まあ、あの筋肥大につながるわけなんですけど、だからあのそうやって60キロ10回できる人がもしそこから筋肉をつけたいと思ったら、さらにね、重たい重量で同じ回数ができる状況にしていくっていうことがすごい大事なんですよ。でそのための手段としてどうすればいいのかっていうのはね、いろいろ人それぞれの考え方があるんですけど、例えば60キロ10回を60キロ15回にできるように、回数を伸ばしていく方法がいいのか、あるいは 62.5 キロ、まあ、重りを上げてね、最初は多分60キロ10回の人が 62.5 に増やすと8回とか9回とかに回数減っちゃうと思うんですけど、それをまた10回できるようにその毎回ね、こう努力しながらトレーニングするみたいな、まあ、そういった重りだったり回数を徐々に伸ばしていきながら最終的に70キロ10回ができるようになる。でその過程でだんだんと筋肉はついてくると思うんですね。今話聞いてたら私はトレーニングあるあるを思い出しました。はい、その負荷を上げるということにめっちゃとらわれちゃって、実際ちゃんとできてない人もいるね。75でやりましたとか言って見たら、あんたちゃんと動き取らんかみたいな。あんたって要するに60キロ10回ベンチできる人が70キロ10回を目指すときに、何でもいい、ね、あの上げ方で70キロ10回にしちゃうと、それは筋肉に、うん、あのね、かかる負荷がかえって鈍くなっちゃうんじゃないかっていうことで、うん、だけど、まあ、その70キロ10回に行く過程では、うん、まあ、そういうところもなきにしもあらずかなっていう部分はあるんですけど、やっぱりあのどんな形でもいいので、とりあえず70キロ10回上げれないと、まあ、効かせる70キロ10回はできないわけなので、うん、ある程度重量に特化したやり方を覚えるっていうのも筋肉をつけるときには大切だったりするんですけど、例えば大胸筋と三角筋と上腕三頭筋をそれぞれ、まあ、3等分で上げてるとしたら、まあ、3分の1しか大胸筋にかかってないっていうことになるんですけど、うん、大胸筋を 80% 使って残りの 10% をこっちとこっちでね、うん、上げるっていうベンチプレスがもしできたとしたら、うん、同じ60キロ10回やってるんだけど大胸筋にかかる負荷はですね、よりそっちの方が強くなるわけなんですよ。胸に効かせる60キロ10回できる人が同じ条件で70キロ10回できるようになるっていうところを目指していくといいなっていうふうに僕は思いますね。どういうこと言ってんだよさっき私が言いたいのは分かってるよ、うん、だけどまあ重りを上げていく過程で、ね、動きが雑になっちゃうと、うん、まあ、それはそれでいい面と悪い面とあるっていうことですね、うん、筋肉の負荷を増やすために必要なことっていうのは重りを上げることと、あと筋肉の反応を高めることという感じで、まあ、筋肉をつけるということについてね、いろいろ、奥さんと話をさせていただいたんですけども、まあ、ぜひ、その根本的な考え方としてですね、捉えていただければと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。